皆さんこんにちは、柳井ゆうなです。ヘアアレンジをやってみようかなと思います。ヘアアレンジとかこういうなんか女の子っぽいことするの本当に久しぶりだな。なんかドッキリとかなんかね、喋るのとかしか最近やってなかったから。たまには女の子らしい企画とか、ね、やりたいですよ。ファッションとかもやりたいし、メイクとかもヘアアレンジとかもね、大好きなんで。この夏におすすめって感じですか？そうですね、この夏におすすめな部屋、まあ、2個ぐらい考えてきたので、まあ、夏って言ったらまあ結構すっきりさせたいじゃないですか。汗もかくし、この長さでも髪が長くても、まあ、結構ここから下の方はみんなできるんじゃないかなっていうヘアアレンジを2パターン考えてきたので、ちょっとやっていこうと思います。はい、ゆめなの夢。まあ、前髪ある方はね、前髪下ろすといいですね。私前髪切ったけどだいぶ伸びましたね。こんぐらいまで伸ばそうかなと思ってます。やっぱなんか前髪癖っ気すぎてすぐうねるんですよ。最近真ん中分けばっかりなんですけど。前髪ありの方がいいとかっていう声があります？あります前髪ありの方が可愛いって言ってくれたりするんですけど、やっぱ汗かくともうすぐもう人形気になっちゃうから、結局邪魔であげちゃうんですよね。ポイントは手口です。もうこれはもう寝起きで寝癖がすごくても全然いけると思います。適当にね、こうやってここでまず結婚結びします。したらちょっと話してもらいます。まあ、やったことある子いると思うんですけど、通称玉ねぎヘアというものです。こうやって引き出してなんかこう玉ねぎっぽくします。でもう一個下に、まあ、こんな感じですね。玉ねぎ2個作りました。この長さ、まあ、もっと長い方は3個とか4個とか5個とか作っていただいていいんですけど、はい、1個目完成。正面、横、後ろ。普通に結ぶだけではない、ちょっと一癖あるかわいい玉ねぎポニーって感じです。早いですねはい、もうめちゃめちゃ簡単です。あの普通に結ぶとさ、ここになんかファサファサなったりするじゃないですか。それがもう暑苦しくて、こう首汗かいた時に熱っぱっちゃうとかっていう時は、こうやってやるともう勝手にスンってなってくれるんで、こんな通りスンってなってくれるから結構ね、涼しかったりします。はい、じゃあ1個目できましたということで、2個目、2種類目なんですが、2種類目はここでちょっとヘアアクセをちょっと使いたくて、こういう感じの、もうちょっとボロボロで申し訳ないんですけど、ちっちゃいパッチン、カラフルなやつをちょっと使いたくて、夏っぽいなと思って、でこれなんと100均ですダイソーに売ってます。これいろんなところにこういう可愛いちっちゃいパッチンとか売ってるんで、使ってみてほしいんですけど、まあ、髪の毛はですね、2つにまず分けます。2つに分けます。こっちまとめておきますね、最初で、こっちからいきます。これをまずね、こう3本に、三つ編みするみたいに3本に分けます。三つ編み最初するみたいに1回2回編んだら、こっちの多い毛の下の方からもらいます。これもざっくりです、ざっくり。そしたらこう張り返して、あ、ちょっと待ってちょっと待って、喋りながらやったら分かんなくなっちゃった。違いました。ちょっと待ってくださいね。はい、でゆっくりやると分かんなくなっちゃうな。あ、そうだ、ここ取ったら下のこの3本に分けたやつ持ってから、こっち次で、またざっくりこっちからもらってくる。ほんと、もうざっくりです。
で、ここに切ります。はい、そしたら、ここ引き出します。ここ持ってね、ここ持って引き出すのがポイントです。はい、こんな感じで、反対も。で、ここからがポイントなんですよ。重要なのはこんな感じで調整するじゃないですか、引き出してね。そしてこの子たちをつけると適当にパチッと、はい、こんな感じで2個目完成です。はい、ちょっと編み込みもしたんでちょっと凝ったかなっていう感じなんですけど、カラフルなちっちゃいパチンちゃんたちをつけるだけでだいぶ夏っぽさ出ません？このままゴムもカラフルにしたらめちゃめちゃ可愛いと思いますしね、いいですよね。なんか今時っぽくないですか？今時の可愛い子、女子高生たちとかが結構好きそうな、ピンがつくだけで全然印象違いますね。そうですよね、だいぶ違いますよね。なんか浴衣とかでも可愛いんじゃない、うん、こういうの。すごい可愛い、ね、浴衣にも合いそうですね。ぜひぜひ編み込みだいぶ幅広がるんで練習してみてください。意外と簡単だったんでやってみてください。はい、はい、ということで今回は夏っぽいヘアアレンジ2種類考えてやってみたんですけれども、どうでしたか？なんかできそうでした？1個目とか本当みんなできますよね。縛ってちょっとしたり縛ってパッてやるだけだからめちゃめちゃ簡単だし、まあこれもね、このちょっとしたカラフルなヘアクセつけるだけで夏っぽさが出ると思いますので、ぜひぜひ挑戦してみてください。はい、ということで今日も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。押してね。